こんにちは、兄です。今日は仮面ライダー01、ライダーキックスフィギュア、仮面ライダーバルカン、シューティングルフ、こちらを見ていきたいと思います。はい、いきなりガラガラ声ですいません。2、3日前からちょっと喉が痛くて、本格的に声が出なくなってきちゃいました。まあ、聞き取りづらいかもしれないんですけども、最後までね、お付き合いいただけると嬉しいです。で、今日はライダーキックスフィギュアの仮面ライダーバルカンシューティングルフなんですけども、先週のね、01ライジングホッパーに続いての2体目になります。これが2号ライダーでいいのかな？まだね、テレビには登場してないんだけども、変身者の不破勇む、ね、スワットみたいな人はもうすでに出てますよね。そして一緒にいた刃ユアなのかな、あの女の人が3号ライダーというかね、もう一人のライダーなんですよね。で、パッケージはこういった感じで、ライジングホッパーと並べるとね、ほぼ同じようなレイアウトで、こちら側にフィギュアの写真、こっち側にスーツの写真で、サイドもこちら側がスーツの写真で、反対側がフィギュアの写真と、後ろ側見ると同じようにライダーキックをしていて、セット内容は、仮面ライダーバルカンシューティングルフ本体とエイムズショットライザー交換用手首が入っているそうです。ここの写真もね、入れ替わっているような感じですね。それでは開けていきましょう。カッターで切ってで、よっと、はい、まあ、いつもと同じような感じかな。手首とエイムズショットライザーですね。はい、出しました。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 っと、プロポーションはすごいいいですね。で、01に比べるとがっちりしていて、まあ、従来のライダーに近い形って言えばいいのかな。背中側は、まあ、成形色バリバリのネジ穴バッチリで、塗装はね、全然ないですね。で、前に戻っていきますと。まあ、色味が白と青っていうところで、すごいなんか爽やかというかクールな感じに見えます。で、大きさ比較なんだけども、RKF の01横に持ってくると、こういった感じで、まあそうですね、ほぼ多分頭のてっぺんは同じなんだと思うんだけども、ここの触覚部分でね、01の方が大きく見えるっていうところでしょうかね。いや、でもどうなんだろう、ちょっとなんか01の方が体格がよく見えるのは気のせいかな。背中合わせにするとこういう感じですね。ちょっと微妙なところなんだけども、なんか個人的には01の方がこうね、大きく感じるというか、なんていうか、スタイルがなんかいいからなのかな。首もね、こう01の方がね、長く作られてるからか、なんかそういったところで少し雰囲気が違う感じに見えますね。じゃあもうちょっとね、アップで見ていきましょう。はい、まずはお顔周り、シューティングルフということで、狼モチーフのお顔だと思うんですけども、この辺のね、こうギザギザしたところが狼のお顔の毛みたいな感じになってるのかな。で、この部分に耳っぽい造形があって、確かね、この辺に赤い色が入ってたと思うんですけども、その辺が省略ですね。で、目の形がすごい特徴的というか、今までこういう目の形のライダーっていないんじゃないかな。で、真横から見るとこういった感じで、まあ、真っ白ですね。後ろ側は、これは01と形は似てるように見えるけども、ちょっと違うか、ちょっと RKF のこの横を見る限りでは形がちょっと違って、耳元のこの辺の部分ね、丸い感じで、まあそれでもね、あのヒューマギアにこうこれがくっついたみたいな、そういった感じに見えますよね。ただあの01の時はここの部分ね、これ軟質素材で顔に貼ってるような感じだったんですけども、今回のシューティングルフに関してはこれも貼っつけてるっていうよりかは、もうこれ全部塊でできてるような感じですね。だからここの部分柔らかいとかそういった感じではないです。そして後ろか、はい、モールドがねこう入ってるんですけども、特に墨入れとかはなくて、写真を見るとこの辺ちょっとね、黒っぽい色が入ってるので、墨入れしてあげた方がなんか劇中に近い形になるかもしれないです。そして首の部分ね、色が入ってるのかな、これこうちょっと銀色っぽいようなね、感じな首になっております。そして胸周り、はい、胸の部分はまあ青と、これは銀色でいいのかな、
ちょっとこうガンメタっぽい、ガンメタまではいかないけど渋い銀色になっていて、でこの辺赤いねラインも入っていて、この青いところは多分成形色だよな、うん、なんかラメの入ったような成形色になっております。で本当はここら辺ちょっとね黒い色があったりとか、あと、まあ、肩の部分もこういったところに黒いラインが入っていたりとかするんですけども、その辺はちょっと省略になっていて、腕も真っ白系ですね。本来ならばこの辺黒があったりとか、あとこの腕のね曲がるところ、この辺がね銀色っぽい色、これと同じような色だったと思うんですけども、その辺がねちょっとこう省略のようになってますね。そして後ろ側はちょっと背中はねどんな感じだったかはわからないんですけども、まあ、特に塗装はなく全部ね成形色でいっている感じですね。で反対側左右ね非対称の感じで、こちら側はね少しこうアーマーの部分がジャキッと飛び出た感じになっていて、ここ赤く塗装ですね。そして脇腹のここの部分も赤く塗装なんですけども、まあ半分で切れちゃってるような感じになっております。そしてこっち側はね腕のこの辺色が入っていた赤、まあ、黒は塗装しないけど赤はねできるだけ頑張ったっていうところでしょうかね。あと手の甲も確かこっち側はねこの辺青かったと思うんですけども、その辺もね色は省略になっております。でお腹周り、まあ、ベルトの部分ですね、ここにはエイムズショットライザーがこうくっついていて、これは外せますね。こういった感じで外すことができて、手持ちの武器のエイムズショットライザーが付属しているので、あれ持てないそれを持たせるときはこれを外すっていうことなんでしょう。でこのお腹周りのところも銀色っぽい色で塗装されてるんですけども、ここもね確かねこの上のあたりの部分が黒かったと思います。でよっとサイドのホルダーとかね、ここら辺はしっかりと塗装されてますね。お尻、お尻はなかなかセクシーで、お尻もねなんか色あったような気がしないでもないんだけど、どうなんだろう、ちょっとこの辺不確かなので何とも言えないんだけど、ここら辺もねちょっと違うような気がするんだよね。こう黒がこの辺になんかあったような気がするんだけど、やっぱりね全体的にその黒は省略になっちゃってるので、その辺でねなんかこうあっさりした感じになっちゃってるんだよね。で足元行くと、膝小僧のねここの部分銀色で塗装されていて、ここがねこの辺にねちょっとピッと黒があって、こっちに赤だったと思うんだよね。それがなくなっちゃっていて、まあもう両方ともね成形色にここの膝と太ももの根元だけ塗装という感じになります。でやっぱりこっち側はねなんかこうギザギザっとした感じで造形されていて、反対側はツルッとしている。まあ青とね白が半々でこうピシッと分かれていて、青の方に狼要素が強く出てるみたいな、そういう感じなんですね。で後ろ側ふくらはぎですね。で足もここもね形が面白くて、なんかビルドのね足を思い出すっていうか、こっち側は爪があってこう狼っぽい感じなんだけど、反対側はね特にそういった感じじゃなく、普通になんかこうブーツっぽい形になっていると。あとねここも色入ってたな、確か銀、要はね関節曲がるところはみんなね銀色のねこういう色味なんだよね。それがねやっぱり全部色がなくなっちゃってるっていうか、まあここは頑張ってやったけどこの辺まではみたいな、そんな感じですね。はい、足裏も特に造形はないですね。付属のエムズショットライザーは軟質素材でできていて、造形はそれなりにしっかりしてますね。塗装は特に入ってないです。で手の方にねこういう感じでよっと持たせることができます。交換の手首は開き手のこういったタイプのものと、あと反対側も似たようなねこういう形のものが付属しております。可動に関しては頭部はボールジョイントで一周ぐるっと回すことができて、前がこれぐらい、後ろがこれぐらいで、まあまあ動きますね。肩の部分ボールジョイントでくっついていて、多少こう遊びがついていて、ぐるっと一周回すことができて、
水平方向ここまで上がります。肩はね、ここヒンジでくっついていて、体側じゃなくて腕側にくっついております。そして肘が90度のこの部分でロール運動、そして手首差し込み式なのでぐるぐると回すことができます。胴体部分は胸の下でボールジョイントで、左右のひねりはこれぐらい、前後は前は少し、後ろもそんなに大きくは動かないですね。まあでもこれだけ動けば十分なんじゃないでしょうか。腰回りは回らないです。で、股関節部分ですね、前がこれぐらい、後ろが少し下がるような感じで、水平方向はここまで上がります。膝がよっと90度以上曲がって、足首ボールジョイントで、ここもね結構グリグリ動きますね。全体的に作りとしては01と同じような作りだと思います。はい、仮面ライダー01 RKF 仮面ライダーバルカンシューティングルフを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。そうですね、01ライジングホッパーの出来がすごい良かったので、そこと比べるとちょっと見劣りしちゃうかなという気がするんですよね。造形稼働全く問題ないんですけども、黒い色がちょっと少なくて、そういったところでこう締まりがないというか、全体的にふわっとした感じな印象を受けるというか、だからまあ黒が入ってればもっと変わってたのかなみたいな、そんな気がしますね。ただまあボーイズトイなので、ここまで作られていれば、まあ、そんなに大きなね問題ではないんじゃないかなっていう気がします。しっかりとしたものがね欲しいって人はやっぱりフィギュアーツを買うべきでしょうね。で次はバルキリーかな、女の人ですね、一緒にいたヤイバユアっていう一緒にいた女の人が多分変身者だと思うんですけども、まあ、3体こう並んだ時に、まあ、どういう感じなね、その力関係というか、なんというか、ね、絡みになってくるのかっていう、そこら辺がすごい気になりますよね。で、今日は本当なんかね、こんなガラガラ声ですいません。できるだけ早く直してね、またいつも通りにやれるようにやりますので、またね、見ていただけると嬉しいです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか？もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。